では9335行から、まあ一応短いですけど、水下までいきます。水はユースといえども、しかも元周物なり。火はかすかといえども、しかもまた初物なり。その通りですね。海、湖、池とかね、周物。地表についているもの、これ地表から離れるものです。九死を通じて立つ、勧進を反してなる。これに逆らえばすなわち相食す。これに従えばすなわち相生ず。衆敵をなす者はよく真実をなす。親しいはともかく実は何なんでしょう。実ですね。これをコピーして、実というのはこういう真実、こっち持ってきましょう。近づく、なれる、なじむなどの意味を持つ漢字である。漢字ペディア、実、慣れ親しむ、真と同じような意味ですね。真実、近づく、実行、実行ってありましたね。実行の間からと。よく真実をなす。おさむる者は寒なり。発する者は熱なり。美人に従えて寒冷温熱を分かつ。地なる者は周の極なり。しかして、水なる者は気の初めて質に行くなり。故に水冷は地寒にしかず。かなる者は初の極なり。しかして、そうなる者は質の初めて木に行くなり、故に騒音は加熱にしかず。で、これはつなごと一行一行で綺麗に対になるんですけども、入りきれないですのでね。陰は縮結すれば、すなわち陽は薄。薄せざる者は上に達して地に干す。ここにおいて日は薄して熱なり。地に干すは地にホールドされるということです。地から出ないですね。大気とかがそうです。天は達して涼なり。日は薄して熱なり。天は達して涼なり。陽は薄たずすれば、すなわち陰結ぶ。和を取りましょうか、どっか。これを、例えば、こういうとこを、陽を移すと読まれると嫌なんですよね。それでこうしてるんですけどね。ここで対ですね。ここも綺麗な対になってますね。で、ここまでが黒天行、ここからが白天行で対になる。で、結ばざる者は下に生じて天に永す。ここにおいて陰は結びて寒なり。地はとどまりて温なり。主に大気のことですね。器物の動静に従えて、その気を表すや格のごとし。ここをもって、火はよく水に窮す。水はよく火に窮す。薪が燃えるのは薪に水分があるからです。水分がなかったら炎は出さないですね。赤熱した炭とかね、あるいは赤熱した鉄なんていうものは当時からありましたけど、火は出さないですね。で、水はよく火に窮す。これは器っていうか、鍋釜に入れたお湯を沸かせばね、そういうことですよね。で、どんどん蒸発していくんですよね。無限の水は猶予の火にあえば、すなわち狩る。無根の火は猶予の水にあえば、すなわち滅す。温冷、温苦冷、冷時。点にしましょうか。動植の成果は、
因運をこれに狩る。恩苦礼儀道職の成果、これは因運ですから、その世代の交代、子優の交わりから子が生まれる、で代を継ぐんだけども、これも基本こういう水化の、まあ、バリエーションなんですよね。非常にユニークな発想をしますが、確かにそうですよね。まあ、ちょっと短いですね。まだ5分ですからこの辺まで行きましょうか。水化なるものは8種の仏なり。まあこれ下発水臭ですね。ヒスといえども、しかも増加の端はここにおいてロースだから、こういうのが動植物になるんですよね。増加の端が漏れ出ているんです。それが動物植物とかね、生物圏。水すすいで物をして清からしむる者は人工を兼ねてこれを治むればなり。人工を兼ねて、人工ともにその中にもう溶かし込んで流しちゃうと。物の映るところを影をして含ましる者はその式を治むればなり。その式を治むればなり。影をして含ましむるもの。含ましむるの言い回しの意味がちょっと分かりません。まあ影ができるということでしょうかね。物の映るところの、この物の反対側は影ですからね。例えば地球がいい例です。半分映ったら半分は影です。そういう意味かもしれません。どんなものでもそうです。引いたきて物をして尽くさしむる者は形質を兼ねてこれを発すればなり。物の照らすところ差異をして定性しむる者はその差異を発すればなり。治むる者はこれを生死に帰するのみ、発する者はこれを動産に送るのみ、故に。参ずる者は天に行きてかす、結ばる者は地に帰して増す。ここは読みとしては結ぶ者はにしたいんだけど、まあ横並びをこう揃えたいから結ばるにしたんですね。生ずる者は化してきたる、化する者は化してゆく。生ずる者は真を食す、化する者は凍とす。これも食とで考えるんですね。おぎゃーと生まれた時は新しいんですね。真凍のカテゴリーから言うと、この真を、まあ、持っている、食している、まあ、その通りですね。化するものは凍とす。死んでしまったら、まあ、お位牌になるとか、ね、お墓になるとか、そういう子という、まあ、過去にあった原因体なんですよね。これを残すということなんですよ。バイエン先生のお墓に入っておられますね。ちょっと出してみましょうか。カソルも落とす。バイエン先生のお墓なんですよ。かしてこれを残したんですよ。それがその化するものはトスなんですよね。あれどこに行ったんだろう。まあいいですよね、ここに。四塾の後ですね。
化するものは、水は順中の兵を取る。ここをもって、水溝は天に及ばず、火は寒中の兵を取る。ゆえに、火口は地に及ばず、ここをもって、日は栄をもって寒中の偶となす。ここは揃いますね。7、9にしましょうか。で、7、9行を、まあ、ここに入れるわけですね。そうして、ずーっと。ここをもって点入れましょうか。で、ゆえに、ここに来るんですよね。で、加工は、地に及ばず、だからこうなるんですよね。ここを持って、まあ、この下にこれが来るんだけども、こうなると下が詰まってしまうので、ここを持って日を栄養を持って寒中の偶となす。水はそう持って順中の偶となす。ここに置いて、これも棒を持ってきましょうか。で、その84を取ってですね、回帰、回帰は、そうするとこの水槽はがここに置いてくるんですね。これできれいに揃いますね。ゆえに、自中の造花は、花椒は陳腐を去り、水樹は新鮮をいたす。自中の造花は、陳腐を去り、ああ、まあ、そうですよね。焼き尽くしますからね。焼いてしまうと陳腐を去ってしまう、燃やしてしまうからですね。まあ極端な例を言うと、あの火葬がそうですよ。我々死んだら、この肉体はこう陳腐になっていくんですよね。この陳腐をなくしますからね。ひょっとしたらその火葬のことを連想していたかもしれませんね。大仏を合してこれを見れば、川走りて外に生し、常に持ってその子を去る。水は有して内に液し、常に持ってその心を出す。そうですね、水は常に新しいですね。生して尽くさず、これは蚊ですね。生して尽くさず、経験は触れつす。あ、これ星ですよ。これはあの地球、水球、草球のこと。草球の中にあの水がありますからね、水蒸気。あの地表近くの大気のこと。こういうの、まあ水ですね。川走りて外に生し、常に持ってその子を去る。大仏を合しでしてですから。なるほど。で、生して尽くさず、経験は不列し、不列す。つまり、あの、燃え尽きないということですよね。だから、経験って星のことですよ。天球の星々のことを言ってる。まあ、こういう用語が、言語は難解なんですよね。経験、経験を今見ています。経とは何の意味であるか。
経験がですね、中国語の辞典はあるんですけど、いずれまあ、Google 翻訳とかがもっともっと発達しますから、中国語から日本語に翻訳が今一つうまくいかないんですけど、これはもう数年以内にというか2、3年もすればですね、できてきます。KK で、まあ、セミが鳴く様とこう出てますけど、これはピタリとは合わないです。KK がフレツス。これは星の光のことですね。K で調べると、K の部首読み方など、出てきます。K、読み、意味が出てこないんですけど、まあ光ですよね。これ口偏に書いてますけど、ちょっと間違えたかもしれません。日偏の K ですよね。日偏の K。ここなんですよね。日偏の K。日の部首漢字構成異体字など音読み込み名乗り、名前に使えない漢字です。異体字など、参考文献がまだ出ていません。まあ、言語とかにあるといいんだけど、経緯が出てきませんね。まあ仕方ないですね。多分これは私の間違いで、後で調べてまた元に戻しますけど、これで KK でしょうね。ただこの頃は別に字を間違えたからといって間違いではなかったです。添削する人とかいなかったですからね。漢字の試験があったわけでもないし、似たような字を書いているということはあります。だからそこをあんまり厳密に現代的に考えるといけないんですよ。国東地方では地方だけで使われていた漢字とか、各地方で使われていた漢字とか、誤字でもそのまま使っていて、それ今で言えば誤字ですけど、誤字じゃないんですよね。易してやまず、心身は倫理す。倫理。倫理。横で見ています。これも意味が出てきません。まあ、ぜひとも超漢字をお持ちくださいませ。そうするともうコピー&ペーストで探せますからね。故に。で、漢和辞典、まあ日中漢字辞典みたいなものがもっと進化するとですね、進化しますけど、そうするともう簡単にわかるようになります。かは水による、水は火による、かは無より無に行くの石を見る、水は無に行く、無より無に行くの石を見る。これは
焼き尽くすからですね。水は無より何もないんだけど、そこにまあ生き物が出てきますよね。ボウフラが湧いたりとかね、まあ、魚が卵産んで卵から帰ったりとかね、そういうので無から無に行くと、その後を見ると、これを天に発すればすなわちかなり、日はすなわち初夏の層なり、これを地に収むるはすなわち液なり、海はすなわち省略でしょうね、諸水の木をなすここをもって、生物はこれ小なりといえども、すでにおるところに類すここをもって、日栄なるものは気象なり、水槽なるものは気質なり、またその分なり、これがまあ条理の分、日栄も条理の分、水槽も条理の分、気象気質が条理の分となっています。次9401行から参ります。